はい、ショートです。ポケットモンスターソードシールドとね、カジュアルマッチで今日はペリグドラ使ってきます。まあ、前ちょっとね、ペリグドラを、鎧のことが、リリースっていうか、開始して、すぐの日にアップしたんですけど、まあちょっとね、ニョロトのも、ペリッパーじゃなくてニョロトのも、雨指導役としていいんじゃないですか、みたいにね、言ってもらったんですけど、僕友達いないんで、ペリッパーしかできません。ペリッパキングドラを、まあ、通せるなら通したいっすね。マリルリがちょっとだるいから、ペリグドラナットの選出は割と、通りが悪くなさそうな感じはあるけど、クレッフィちょっとうざいね。まあでもペリグドラナットかな、これだったら。ペリッパキングドラナットレでいきますか。で、この動画をね、今撮影してるのも、アップされるのも6月30日だと思うんですけど、シーズン7かな、今。7の最終日はね、皆さん、どうお過ごしですか。まあ、最終日なんで、朝まで頑張るっていう人もいたりね、するかもしれないですけど、まあ、頑張る人は頑張ってください。僕はもう今シーズンはランクマッチはもういいかなっていうか撤退かなみたいな感じにはなってるんで、まあ、最後まで潜る人だったりね、最終日にまあなんか何桁まで順位何桁まで乗せたいとかレートどこまで乗せたいみたいな人はね、いい結果が出ることを祈ってます。で、ここマリルリペリッパーってさ、トンボ帰りでいいかな。マリルリの方が早いんだっけこう全く使わないポケモン2体だと素早さ関係ガチで分かんないから素引きするわ。トンボ帰りあるんだけど、でバカ力とかあるとちょっと嫌なんだけど、じゃれ、オッケーオッケー。それは雨も飲んだしただの半減だから全然オッケーで、トゲトゲマンが入るね。で、問題は、ここを突破されるのが一番嫌なんだよね。裏で、しんどくなっちゃうから。まあ、宿り気前ときたいかな。守るないんで、一回様子見みたいな手が打てなくて。バカ力は多分ない雰囲気だな。マリルリには。ああ、まあでも、あっても引くのかな。装飾。こいつ装飾、ふざけんなよ。俺絶対昨日の原田直樹の動画見てこいつ装飾使ってるだろう。おとといだっけ、なんか、原田くんアップしてたよね、その動画。どうしようかな。マリルリがしんどくなっちゃうね、これナット捨てると。かといって、雨も3ターンで、ナット捨てたくないな。バッフロンでしょ、どうしようかな。まあ、いやダイマックスは切りたくないでしょ。一発耐えんじゃない、ジャイロで突っ張って。ふざけんな原田直樹、しょうもないポケモン広めやがってよ装飾バッフロンとか絶対捨て身のがついて引いてきたわ。マリルリー、はいはいはい、ほら死ね、硬いね。マリルリもそんなに速いポケモンじゃないから、しょうがないんだけど。で、雨が切れるときに、ペリッパ捨てに行きたいんだよ、本当は。ここステロでいいっすね。もう宿り気は負けないかな。バカ力あるんかい。どんぐらい入る？あー、次これ耐えるね。OK、OK。で、マリルリさえ取れるんだったら、ナットレは捨ててもいいから、それは全然 OK だ。回復味？太鼓かな、そのマリルリ。ワンチャン太鼓説はある。いや、でも、ボンの実だから太鼓じゃないか。まあ、ステロは負けてるから、これで、キングドラの通りは、良くなるはず。タスキとかに邪魔されなくなるね。あと、ウルガモスと、ウルガモスぐらいか。まあ、ウルガモスはもうでも大きくこれで行動が制限されるから、ジャイロしか押せないかな。まあ、マリルリ削ってくれればそれでいいや。バッフロン引くんじゃない？ここ。マリルリのここ、バカリケ、こっちのナット取れないから、その方が相手しんどいと思うんだよな。ここでだからマリルリを捨て、あー、ここで太鼓なんだ。バッフロン読みでなんかする読みとかかな。結構強気な行動だと思うんですけど。OK、届くよね。いいね。
マリルリをじゃあナットで見れたから、これ結構美味しくて、で雨が切れるからここでペリッパー捨てに行ってとかっていうムーブも取れるでしょ。だキングドラ結構これで通せるんじゃないかな。相手が変に深読みして交代読み交換とかしてきてくれてよかった。でワッフロンが出てくるけど、さっきの装飾で映画が合ってる分もこれでチャラだから、まあ切りでいいかな。ペリッパーの助けでうまくダイマックスのターンを枯らしつつ、キングドラ投げて多分倒せない僕もいないんじゃない、ラストは。マリルリ以外にはすごい通り良かったから。ダイマックスか。そうだったらここ本当はペリッパー投げたかったっちゃ投げたかったけど。まあまあ言ってもしゃあないかな、それは。ここ一発ナットが耐えるとね、絶対勝つんだけど、まあ耐えないよな、さすがに。何が打ってくんだろう。ダイナックルとかは耐えようがないよね。ナックルやっぱあるか。はい、ダイナックル。耐えんの？えら。ナットで超偉いじゃん。相手の絵上がるけど、これジャイロで削れるだけ削りに行って、ペリッパトンボで切り返してって感じでいいかな。ここももう一回ジャイロ打ちますか。ジャイロしか打てないわ。こうなるとステロを撒いてるのが生きてくるな。まあ、ナットレイは取られちゃうんだけど、ただまあマリルリを、役割対象のマリルリをちゃんと縛いた上にステロ撒いてバフロンもここまで削ってくれたから、ナットレイの活躍度合いとしては12分で、ペリッパからいきますか。で、こうペリッパーでトンボかな。このターンがダイマックスターン最後だから、ダイマックス技をペリッパーで吸って、キングドラ投げるみたいな感じでいいかな。あ、待って、ペリッパーの上なの？やばい。ペリッパーの方が早かった。グドラこれ耐えないよな、次。やばい、どうすんだ？二段階上がってるから、ダイアタックだよな、マジ？絶対耐えないじゃん。なんだ、ふざけんなよ、マジ、この原田直樹ポケモンさ。ベリッパーの方が早いんだっけ？ S 振ったっけ、このベリッパー。臆病じゃないと思うんだよな。まあ、こうなったらタスキのベリッパーを通すしか勝ちがないから。スターミーだとちょっとだるいかな。それ以外だったら多分勝てるんだけど。大ストリームでいいかな。で、無理やりこう取るしかないか。バッフロンを。いやー、マジか。いやー、ベリッパだったら、本当はタスキで耐えて、下からトンボして、キングドラダイマックスで展開するっていうのを狙ってたんだけど、考えが崩れちゃったな。でも、素早さ関係を知らないのが悪いんだけど、ストリームでここは多分さすがに落ちると思う。耐えられんの？まずいまずいまずい。うわー、しかもこれ、死なないの、死ぬのか、バッフロン。だったら大ジェット打つべきだったな。ちょ、ウルガモス、ウルガモス、ラスト一体。スターミーじゃねえよ、ふざけんなよ。原田直樹に殺されたわ、この試合は。ジェットダイワームとかでいかないとダメか。一発耐える前提で。10もあるんだったら負けです。原田直樹絶対許さん。許せねえよー。こんなしょうもないポケモン広めやがって。はい、じゃあ次の対戦いきます。はい、じゃあそのままね、続けて2戦目やっていきます。珍しいポケモンいるな。シザリガーとか、あとなんだっけ、でかいワンワンみたいな。名前わかんないんだけど、でかいワンワンいるわ。ゴチルゼルいるから、受け選出しちゃうとしんどいよね。ペリグドラは基本的に通りいいから、ペリグドラで出していきたいんだけど、シザリガーがうざいか、まあ、トゲキッスも割と嫌なんだけど、どうしようかな。こっちもトゲキッスを出すか、ナットレイを投げるか、
ペリグドラエースバーンかな。ただゴチルゼルにキャッチされるのが一番嫌だから、ナットレも投げたくないんだよね。そうなると攻撃っすになるのかな。だから悪勢で光側に何もなすすべなくやられるのもちょっと嫌だな。ペリッパー、キングドラ、ラスト全、まあでも飛び切っすかな。ワンチャン全抜きが狙えそうだし、まあこれだと飛び切っすとキングドラどっちにダイマックス切ってもいいみたいな展開にはなりそう。ね、まあ個人的には明日からの、明日のお昼ぐらいからかな、始まるシーズン8が新しいポケモン使えるんで結構楽しみですね。まあ、そのためにちょっとなんかいい構築をね、そこに向けて準備しておきたいなっていう気持ちなんですけど、アメパーは割と嫌いじゃないんだけど、使うかと言われるとペリッパの方が早いよね。さっきの試合で学んだから、ペリッパの方が早い時はボフを打つべきと。はいはいはい、強っ叩き、これ悪事耐えないよな。ここでペリッパー落ちる、裏からキングドラ出す、それでいいか。通ったら通ったらトンボ返りでいいし、そもそも悪事、はいはいはい。そしたら3ターン、キングドラのターンがあるから、次のターンダイマックスせずに普通に攻撃して、で、その次でダイマックスして、ダイマックスの最後のターンにダイストリームをもう一回打つみたいな感じで、動いていきたいかな。そうなると、通りがいいのはなんだ。水技は割と通り悪くないか。ヌメルゴン塗ったらダイマックス切ってもいいし。波乗りでいいですよね、中安定の。悪事かな相手多分ここ。ああ、まあ、霧だよね。はいはい。ダメージはこんなもんと。水ドラゴンだから4分の1か、水技。で、このアメカのキングドラに対して誰を投げてくるのか、みたいなとこだけど、エースバーンとかあったらこっち上から動いて、しばけるから、何ヌメルゴン、ヌメルンゴ、ヌメルンゴか。こいつこうダイマックス切ってきそうじゃね。じゃないとだってダイドル軍耐えないよな。キス引いちゃおう。でキスでこいつのダイマックス枯らしてキングドラ通すのいいかな。ダイマックスだよね。そうじゃないと相手勝てないから、ここ絶対ダイマックス切るところで。あーでもキングドラ直近持ってるからダイマックス切ってもよかったのか。上からドラグーン2発強引に打って倒すっていうルートもあったっちゃあったね。ちょ、もったいないことしたかもしれん。これドラグーン、まあでもダイマックスターンを一旦無理やりすかせたから悪くはないかな。これはこれで、トリギス、ここ電気でしょ打ってくんの。まあこれだったらキス切りでいいか。ラストがなんであったとしても相手にダイマックスもうないから、できるだけヌメルゴン削ってトリギス切りでいいかな。エアラスッシュ第3だ。一発ぐらい耐えないかな。耐えるよね。オッケーオッケー。耐久ぶりだから H 振ってるから、まあこれは耐えて、これでダイマックス枯らせるんだったらこれはこれでいいかな。展開としては全然オッケーな流れで、でもう一回エアスラッシュで切りますか。攻撃っす。相手視点は、まあでも、第3打が安定だよね。
こな。マジシャールともうちょい違ったんだけど、ダイバーン、あーいい技打ってきたね。いやーこうダイバーンったら朝の日差し押しとけばよかったな。絶対耐えてたよね、日差ししてれば。言ってもしょうがないから、キングドラで、ヌメルゴのチビになるでしょ。投撃数がちょっとうざいけど、まあ大ドラグーンかな。あ、突っ張ってくるんだったらこのヌメルゴンは倒せて、ラストいったよな。エースバーンだったらストリームとかで勝てるでしょ。ここはでも一発で落としてくれないとちょっときつい。落ちるよね。オッケーオッケー。いやーこれだったらな、会心のドラグーン耐えてたわけだから、さっきのとこ突っ張るのが正解だったよな。命の弾を持たせてる感覚でいたわ。ちょっと試しに突撃ショッキー持たせてみようと思ったんですけど、エースバーンに命の弾を持たせてる関係でこいつが命の弾を持ってないんで、まあストリームで落ちると思うけどな。まあ、上取りに行かなきゃいけないっていうのは絶対条件だから、でドラゴンタイプに抜群以上入る技はさすがにないと思うんだよな。エース版にフェアリーと氷ドラゴンとか覚えないでしょって。だそうなると、何打ってくるんだろう。あなるほどね、飛び跳ねるか。それはいい技持ってるね。ストリームすかされちゃって、まあでもここもう一回ストリームかな。 OK、 当たんない。マヒンなきゃいいと思ってたんだけど当たんないのはでかいね。これで天気取り返すからキングドラの方が早いでしょ。これだったらまあ等倍だけど、タイプ1と天候で 2.25 倍になるから、ドロポン打ちたくねえなー。熱湯でいけないかな。熱湯します。波乗りでした。波乗りならいけるわ。波乗りにしといてよかった。冬打ちは耐えるよさすがに。さすがにそれじゃ死なないでしょ。うん、ドロパルトじゃないんだし。 OK、 玉波も入るんだったら絶対落ちる。波乗りにしといてよかった。うぃー、これ飛び跳ねるもらったらまずかったかもしれんけど分かったから OK ね。はい、GG。 ではまた明日以降ちょっとね、新シーズンのランクマッチの動画にできたらなと思ってます。じゃあおつ。